本日のアンケートですね。まあ、さっきも言いましたけど、今までで一番短い文ですね。はい。冬。はい。これが質問ですね。はい、A、冬、はい。B、春。はい、全部合わせても3文字しかないですね。冬。冬、春。ね。何期だったのかな <laughs> いやいやいつもなんかいろいろつくさなんか文言がねはい、えー、メールで参加する方は hip.rokinawa.co.jphip.rokinawa.co.jp、ok ok、はいよ電話がですね098869-8640はいファックスが098869-8640 22 02となっておりますので今日もですねいつものように1時までは A と B のパーセントがこんななるんじゃないのかトントントンと言って予想もタッカーしてからに送ってください見事ぴったしカンカンの方にはお米券をプレゼントしますので T サージに参加する全ての皆さんは住所本名電話番号 はい、そして郵便番号をタックワしてからに張り切って参加してみてください。誕生日は1時までに番号送ってきてください。お待ちしております。いや。さあ、それじゃあですね、お昼のニュースいってみましょうか。世の中どんななってるんでしょうか。今日は報道部ニュースセンターから近所ななえアナウンサーです。ななちゃん。はい、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お伝えします。 はいナナイちゃんどうもありがとうございましたはいありがとうございます今日は非常にこう短いアンケートですよはい冬はい。A が冬 A が <laughs> B が春 <laughs> すごい端的シンプルイスザベストうもう何もない何,何もないですね <laughs> 何もついてないですね <laughs> いいですねなんか潔い感じですね、はい、えでも迷いますねどっちだろうな今は えかなと思いますね。冬。あ、そうなんですね。はい。昨日までは、あ、春来たかなと思ったんですけど。また気温が下がっていって。あ、だからね。ね、週末にかけて、また下がっていくので。そうみたいですね。うん。まあ、でも、最後の寒さかな。あ、若い B. 差だといいですね。うん、多分ね、まあまあ。僕はもう、でも B. ですね。だいぶ前から。もう春感じてますか、イプさん。そもそも、もう、だって。気温がね。 そんなに寒くないじゃないですか。もう二十<あ>度超えてってなるとうん、うん、もう春だなっつって。上着がそこまで必要なくなってきてますもんね。まあでも今ぐらいのこのね、うん、暑くなったり寒くなったりが一番何着ていいかわからないですよね。<laughs> そうなんです。いつもクローゼットの前で今日何にするみたいな <laughs> 時間が長いですね。最近はね。ねうん、どっちが好きですか。冬と春。うん 今までは春だったんですけど今シーズンからちょっとあ冬もいいかなって思い始めて冬のしんとしたこう寒さだったり、ね、鍋の美味しさに目覚めたっていうのもあると思いますの今年本当に鍋三昧で、うん、以前は鍋、うん、そこまでみたいな感じだったんですけど、うん、鍋のこの。 パックをですすね購入するようになってあ,あのなんか、うん、たれがついてるやつあそうですよね。はい 高いからなと思ってなかなか手を出さなかったんですがもう仕事で疲れてもう今日は出汁パック買ってお野菜切って入れてそれで夕飯にしようと思ったら家族にも好評だし自分は楽できるしいいんじゃないいいじゃないっ結構ですね美味しいんでしょ美味しい五パックぐらい試しました最高さいろんな味があるんでしょはいそうなんですで中でもお気に入りになったのがあの しゃぶしゃぶでレタスとかをこ巻いて食べるパックが、うん、あの専用スープがあったんですよ。はい、それでそのパターンをですね、うん、3パターンぐらい試してあ、うん、これはもう定番にしようと思いましたね。これだから俺前から言ってるやつだこれさ<あ>豚と、はい、あのレタスをしゃぶしゃぶしたら永遠に食ッやるよ、はいそ。そうなんんでですすす本当にに美味しすぎてて、うん、ヘルシーだからと思って手に取っ手取たんですけど、うん やばいこれ止まらないと思って。ねえあれ止まらないよね。<laughs> 美味しいですよね。うん、水菜とか白菜とか、うん、つくねで締めは中華麺入れると本当塩ラーメン食べてるのかなみたいな。いいですね,ね。もう美味しくて。じゃあ食べ物に目覚めたから、はい、冬がちょっと好きになってきた。好きになりましたね。うん、ああそうか。うん、まああの沖縄の場合だとこう。 春が来たって言ってもな何ていうのかな同時にねあの梅雨も来るみたいなイメージがやっぱあって暖かくなってきたらこう何、うん、ていうのかなムシムシしてくるっていうやっぱイメージがちょっとあるんですよね,あすねまあそれよりはちょっとまあ乾燥してるあのねさっき言ってたみたいにこれピリッとした感じの冬、うん、いいですよね <laughs> いいですよねなんかこう澄んだ空気というのか、うん、沖縄の冬以外のこう温度感がある冬が また良かったりしますよね。わかる。うん、あの、本当にね、内地行った時の冬、全然違うもんね。違いますよね。沖縄はこのなんか、うん、風が吹いて寒いなって思うけど。あっち風ないけど、こう、空気が冷たい感じね。うん、あれ、いいよね。いいですよね。ピリッとした感じで。うん、あの、寒いっていう感覚はそこまでしなくて。うん、なんだろう、この感覚、すごく。 とシャンとするなみたいな感じでちょっと気合いが入るっていうかね背筋が伸びるっていうかねありますよねあるよねうんもう沖縄はもうずっと冬は風が強いからねでもんか東京あたりでも今日ぐらい雪降るって言ってるんでしょそうですねうっすら積雪っていうふうにね聞いてますけれどもバリバリ向こう冬だね本当ですね沖縄今こんななのにね2二枚しか来てないからね ヒブさんそうなんですか今日？二、うん、枚しか着てないよ。で、うちで出ることなんて今もポロシャツですよ半袖の。そう,う <laughs> そうなんですね。<う>じゃ響きくんや技術の金城くんみたいに体が強いのかもしれないですね。物、うんうん、<laughs> は言いようなよね体が強いってね。<laughs> 彼がねずっとカリウス着てるのですごいなと思っていつも。<laughs> ああ、そうですね。いやもうだからまあ今はねちょっと水不足なんであれなんですけど、うんすね、このね、はい、もうちょっと雨降った後はですね、うん、やっぱりこう一回この カラッとした感じ。味わいたいですね。本当ですね。あと一回ぐらいね。昨日、一昨日とだいぶジメジメしてるなと思ってたので。本当よ。うん、澄んだ空気を、もう一度味わいたいですね。本当ね。もうあのこの朝さ。冬の朝さ、このなんていう。内地の朝。こう、空気がパッと澄んでる。ところに、このなんかね。カラスが鳴くんですよ、内地って。東京とか行くと、特に朝ね、朝早くカラスががが鳴いてるんですよ。へえ。 あれを見ると、ね、なんかな内地きたなっていう感じがするね。沖縄にはないですもんね。本当ねうん。このカラスの鳴き声もこだまするみたいなところが、ちょっと風情も感じたりってありますよね。んなんかね、うん、なんかよし頑張るぞっていう気になるんですよね。なんかね、あれね。本当ですね。湿気が多いと頑張るぞっていう気にならないんだり、ね、人ってね、<laughs> 本当ね思う？ 思います。なんかもうね、湿気がお好きで床とかがジメジメしてるとなんかちょっとにりてくるんだよなんかね。ですよね。もう早くお家がテネりたいみたいな感じになるよね。なりますね。なんかもうベタベタして、うん、ダルーってなんか朝からねテンション上がらないっていうのがね。ねえ、もう窓も全部水滴だらけだしね。<laughs> そうそうそう。うあでも大事なんだ湿度ってね。うん、うん本当ですね。湿度もあるからこそっていうところあるかもしれないですね。ねはいわかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。 いや、ブタとレタスのしゃぶしゃぶの話したもうあれ食べたくなったなあれめっちゃうまいんだよなはい、えー、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから近所七絵アナウンサーでしたはい本日のアンケートですね冬はい A 冬 B うん春ねこのイントネーションだけでニュアンスを伝えないといけないっていうね <laughs> はいさあそして昼ボケ農大私立任人々高校卒業式でありがちなこととは何でしょうか懸命に昼ボケと忘れずに本日もアンケートを昼ボケともに張り切って参加してみてくださいゆたしくごめんなさいねもしかしたらこのラ「ラジオラジコ」で聞いてる内、ね、地の方々いったんノアベとインチマ雪布団どうや <laughs> って思ってるところもあるでしょうね。 いや現在沖縄ですね非常にあったかい感じになっててもう完全に春じゃん今週末ちょっと下がるとは言うけれども下がるっつってもね20度ちょっと切るとかそんな感じじゃないかなと思ってるんでもう全然春かなと思いますはい一応暦も3月だしねうんはい足が今から雪降るよっていうところもあるかも大変よね本当はい行きましょう ラジオネームハーレイークイーンさん。はい。こんにちは。えー、カッコ、メッセージって書いてますね。ありがとうございます。<laughs> イブさんスタッフさん、こんにちは。スーパーに並ぶ野菜や果物、新入生、新社会人などに向けたフェアや、春服のコーナーを見ていると、冬は過ぎたと感じるので、今日のアンケートの答えは B です。沖縄の春は短いと思いますが、こういう場面を見ると、春の訪れを感じます。今日も時間まで頑張ってください。はい。 アーレイ・クイーンさん。えー、タイトル。えー、分かれビーサ、モドイビーサと言っている時点で季節は春。確かにね、これ言うってことは、もう春なんていう意味だよね、多分ね。うん。はい。ありがとうございます。まあ、フェアとかね、あんなのはだいたいちょっと前倒しにあるんで、もうちょっと前からやってると思うんですけど、そうね。あれ見たら思うね。うん。はい。沖縄の春は短いっすね。 ゴールデンウィーク前にまたあるじゃないかなったらあと1ヶ月ぐらいでしまた梅雨でしょ多分もう一番苦手な季節ねヒブさんこんにちは玉輝郎ですこんにちはさてアンケート B 春じゃないですかね夜は毛布かぶろうか迷うぐらいだしあと庭に桜の木があってえちょっと他より遅いけど今満開になってるんですよそれを見て春というか春って感じますヒブさんの昨日の話ですけど トランプさんの T シャツですけど車のシートに付けさせるっていうのはどんなんですかね <laughs> ではだから泊まってたらこれ他の車がこれでてなるやしあのフロントに顔全面に顔なんですよだから完全に支持者かめちゃくちゃ反対してる人か皮肉で飼ってるかどっちかなんですよだからそういうのは今いいんです僕今 <laughs> <laughs> そういうトラブルに巻き込まれたくないんです僕今。<laughs> <laughs> えっとね久しぶりの耳劇情報ですカリーナ GTTR ですよはいヒブさんカリーナ GTTR ですがうちの事務所さオルマシイリバルにあるさはねはそうなね気分転換がてら西原区内を散歩してるとあちらこちらからぬうがら聞き覚えがある声が聞こえるわけよよくよく聞いたら T 掃除が流れてるさ。 さすがスーパースターのヒープさんだね豊たしくということでアイナジカリーナ GTTR さんの事務所も流してるってことなのかなおありがとうございますえた実家はこのイリバルに隣接してる秋名の元三区だからあの辺をよく知ってますよイリバル同級生もたくさんいるしあ嬉しいね聞いてますウルマシイリバルの皆さんいいな嬉しいねはい えー花の子ルンルンですこんにちは春です寒いの強いから沖縄の冬は1週間しかないと思っています気持ちはいつも真夏ですよ一昨日ぐらいの湿気が毎日続くとうちのボス猫はげるんですよだから今朝のちょっとした晴れもありがたい寒い地方出身の旦那はまだ寒いって言って朝一で窓を全開にする私の後ろから閉めて回るさまあ寒い地方の出身だろうね 寒いって沖縄言うよねでもね沖縄に引っ越してきてもう1年経ったらもう全然寒いって慣れるんだろうね体がねうんはいありがとうございますうん確かにほ本当に寒いのって1週間ぐらいかなと思うよ沖縄って本当に寒い時よ1 5 ° 15度とか1 4とかは、まあ、合計したら1週間もないんじゃないかなと思うけどねうんはいありがとうございます。猫は湿気ダメなの ねストレスなのかなね、はいかわいそうだね、まあ、梅雨の時なんかでいいじゃんって話ねえ青桐みかんさん日ぶさん皆さんこんにちはこんにちは今日のアンケート日、桜も咲き終わってもう春でいいんじゃないそれによこの湿度絶対冬ではありえない」確かにな湿度だけ見たらなもうっていうかもう梅雨だなマジでなもう初夏だよな <laughs> なんかもうはいありがとうございます 春でいいんじゃないもん別にどっちでもいいんじゃないみたいな NG ワードど <laughs> この番組 A か B かみたいなと思うどっちでもいいんじゃないよ NG ワードどはいさいプーさんくまディーさんチャーガン重ですからラジオネームスーズーですこんにちははい今日のアンケート「短,短くてかっこいい冬」 バイク乗ってるからまだまだ冬ジャンパー脱げない春ならジャンパー脱いで走れるよねライダーかっこ125スクーターもだけど、えー、は春も冬も人より速く感じるんだよね2班以上で言いたいんだけど若い時はちゃんとギア付き中型バイク乗ってましたではではそうそうさん DH 以外なんだよなオートバイに乗るように見えないんだよねうんはいありがとうございます、うん、だよね バイクまあ原付も含めてですけどバイク乗ってるとはもう季節すぐ分かるよねであの寒いというか人のよ1.5倍ぐらい寒いと思わ、ね、うあ、ん、れああ俺も原付持ってるからさ死に寒いよねじゃこのヘルメットから出てる顔のみがもあんまり寒すぎてからによなんか神経がなくなってからよ半台出てるのも分かんない時あるっけよ <laughs> この風の流れが分かるよ半台でな、うんかおっつってなんかの実験みたいこの風道実験みたいな感じ <laughs> はい <laughs> コマーシャルですはい冬 ?A 冬 B 春っていうすごいシンプルなアンケートですね。X 見てたら高大さん今日南アンサーは A と宮城は昨日雪が降りました寒かったっす宮城県かねその上にはですね笑う角にスポットライトさん「もうここ春っすね」っていうか「もうすぐ夏ですかね」って言って「ハッシュタグ花いっぱいのやんばるから」っていうことで「ひまわりゆり」 これなんだろう赤い花花がいっぱい咲いてる全然違うカンパチさんは今月いっぱい冬タイヤですスタッドですこれでわかるねこれ変えたらもう春みたいなあは,はいえー 日部さんこんにちはチーム洋服屋市場の牧ですこんにちは弥生三月になったら春だよ肌寒くても気分は春です、えー、友達がさお店に来ました子供の高校受験二日目で学校よくってからでも落ち着かないって言って来ていたよ無事合格して春よ来いうん市場の牧さんはいありがとうございますそう今日あの高校受験二日目なんですよねうちの方1個も受けてるんでみんなかな頑張ってほしいな うん、はいありがとうございます落ち着かないよねそれはね、うん、で意外と本人がなんかケロってしてりするんでうんわからん飲んだら大丈夫じゃないかなみたいなね、うん、こんにちは名古屋の野中ですこんにちはアンサー B、えー、昨日中学校の卒業式だった息子、えー、明日を本命の高校の合格発表日まさに春ですよ春明日は桜満開なはずですおいちょっとドキドキしますがまあ大丈夫だろうといいですねうん はい、ありがとうございます。お名古屋の野夏さんはのところは明日発表なんだ。へえ。しかも本命いいですね。楽しみにしてますよ。いい報告ね。はい、そうか。そういう時期だもんね。うん。皆々様こんにちは。シュワッチです。御礼な,なんかこれ？<laughs> 新しいな。今日ランサー当然、B！ もう最近は昼間だったらシャツ1枚でも十分 OK さねこの間なんか内地から客人が来てあまりにもこっちが暖かいんで着てきたダウンいらんから古着屋にでも打っていいよっつって置いていったってばそれならってもらっておいたけど後でその人内地に戻ってからやっぱりダウン返してくれるこっちは寒かったわって言ってたどっちよやまあ怒らんとけばまたじゃあ <laughs> はいしわちさんありがとうございます 県内はどうでした今年は今年はというか冬はダウン使いました俺県内ではダウン来てないんだよな多分あの休みで県外行った時は来ましたけどいやー多分来てないな沖縄ギリいらないんじゃないかって思うよねダウンってうん内地ったらは絶対必要ですけどうんはいひぶさん皆さんこんにちはジュゴンの見える岡谷や瓶こんにちは 早速、アンサーは B。ここ数日、特に夜は、風がなくて暑い。その割には湿気があるので、毎日、クーラーつけています。その方が快適な時期になってきたかなって思ったよ。これがもう少しもすれば、冬の湿度がなくなり、クーラーも暖房もいらない。沖縄で一番過ごしやすい、短い春の本格到来だけどな。だから今は春の入り口だね。この春からウリズンにかけての快適さ、ジュゴンは好きだな。 秋も好きだけどさ、春は空気、夏は太陽、秋はそあ空、冬は海が綺麗な沖縄だとジュゴン思っています。では時間まで千葉良哉、な、うんて素敵なことを書いてきますねうん。はい、ありがとうございます。短いですけどね、沖縄の春ってさっきも言いましたけど、うん空気がいいうん。いい表現だね。 俺一番秋が好きかな今からどんどん寒くなっていくっていうときもうちょっと暑くなくなったねみたいな影入ったら寒いねみたいなとき一番いいかな、うんはい、冬は海っていうのがいいねなんか普通みんな夏海って言うけどねはい,いはいさいひいじゃっぱいぜんやいん今日もゆたしくですこんにちはして今日のアンケートは B 春してよ平行に夏なってほしいもう沖縄の季節夏だけでいいんじゃない 他の季節いらんさ <laughs> いいるよやいるだろう <laughs> いるからあるんだろうこれ多分 <laughs> はいありがとうございますいやいや農作物とかさいろいろあるさね寒くなんてダメよみたいなのもあるやし <laughs> はい <laughs> こんにちはテーファウタキヤイビンこんにちは今日のアンサー A ですえヒープさん知ってた沖縄には春はないよ20度切ったら沖縄冬だよ 寒くてまだ夜は毛布をかぶって寝ているからねそして離島の海開きが3月の後半にあるさねそしたら夏の始まりさだ春のは入る隙間はないよ沖縄には春はいらないよでは午後も頑張ってくださいうーん沖縄には著作権ないよみたいな言い方 <laughs> 沖縄に春はないよわかるよねみたいなねはいあるよ <laughs> あるよや <laughs> はいありがとうございますこのイメージは 3月まあまあ3月も含めるかな3月4月は春5月はもう初夏っていうイメージ僕のイメージねああ梅雨か5月は梅雨か梅雨ほんで初夏かはい玉の裏のケツジさんはいこんにちはあは夏、はい 今までで一番アホっぽいメールが届きましたね違うだろうや <laughs> 何度と思ってれば今行き過ぎもうその一個前にあるだろうちゃんと春がどこに住んでるばなん <laughs> で県内でこんなに夏だなって思うとこがある場まあでもさっきもヤンバル花咲いてるから夏だなって言ってたからな <laughs> 極端すぎどうや <laughs> はいじゃあコマジャルです X ですけど、これも紹介しとくかな SO さんアンケート A とこわがなさんは玉が縮んでるか伸びてるかで季節分けてるはずねねあの気象台の人がこの一本の木見るみたいなことですよね桜の開花宣言の時ねこれ咲いたら桜来たよ、前線来たよみたいなね <laughs> じぇこわがさん <laughs> はい 個人差あるだろうって思うんですけど <laughs> 来てるやー <laughs> ヒプー久々にアバターに女子が「アバターはナチュラルのリーダーエイリーに待った地位だな」俺も持ってたけど言わんかったよや何で言うばこのの <laughs> <laughs> さあアンサー A。 ワンの金玉も縮んだままだしやっぱしなやっぱしだあれやし当たってるやし <laughs> 春はまだまだだな春といえばわったあとないに山んばみたいなおばあがいたがこのおばあが上半身裸で庭に出ておっぱいをブーラーさっさいしながら包丁や釜を溶け始めたら春の訪れだったな安静。うっとろせよや <laughs> <laughs> いやこれ包丁や釜を溶け始めたら おっぱいブーラーさっさやさせないかんて俺昔話に出てくるやあの人食べる山林や,、ま、や,やウトロさんや <laughs> 隣に住んでるわけ <laughs> はいありがとうございますねボールのポジションで季節を感じるという非常にこう自然派ですよね <laughs> まがいわ、まあ、いまがいや <laughs> サウルお兄さんですはいこんにちはアンサーは A 春は4月に入ってからだと勝手に思っています寒い時って体が縮むけど自分のジョンも縮むよねあれってなんででしょうねアンケート取れませんか終わり、はい、サウルオニさん似た方がちョンチームボールチームゴールデンボールの人とか増えてるなんかはい、ありがとうございますなんででしょうねわからないわけ有名な話なんだあれ 表面積を小さくすることによって体温を保持しようとしてるんですよ多分寒い時はだから人間縮こまるだから震えるんですよ動いたらこの熱が発生するからだからガタ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 増えるって言ってましたようん暑い時逆ね表面積を広げて放熱するねっためにないるわ <laughs> まああの話そうか。<laughs> <laughs> 鉄人金本さん <laughs> ヒブさんこんにちはファイヤーこんにちは 今日もダンディですね山ややのかまぼこあげましょうねこれあげないんだったら具体的に書かないでほしいんだよなもう頭に浮かぶからよ食べたくなるんだよえまだ冬じゃない寒さ暑さも彼岸までっていうさね寒さの山が3月20日までにもう1回ぐらいちょっと肌寒いなーっていうのが来ると思うよっていうか僕の感覚では小学校の卒業式と入学式までが春っていう感覚かなそこからはもう一気に夏になっていくイメージです 死に短いな小学校の卒業式と入学式入学式って4月の7日とかじゃなかった10日とかねあの辺りだよね短いね、うん、はいあと一回寒くなるのがだから今週末じゃないのもう一回来るかなその次にまた来るかなまあでも旧暦見たらまだ1月ではあるんだよな分からんや、はい。ありがとうございますじゃあコマーシャルです X 月アのチャンネルさんもう冬は晩秋ルートが出荷時期すぎたパッションフルーツみたいになるよねって感じですねうん s o <laughs> さんはもう縮んでるっていうメールがくらいでは冬でいいんじゃないほ <laughs> ら何で判断すうかや <laughs> <laughs> か知りたくないわよこんなの誰のが縮んでるとかこんな話日村 <laughs> さんこんにちはムーネーですこんにちは 今日日ののアンケートの答え俺は春の日事務所で一人半袖ヤシがエアコンスイッチの前の席の先輩ヨナミネさんは冬気がついたら暖房のスイッチオンワンは顔顔がフォワンフォワンして気持ち悪いしニーブイしてくるよし今だトイレ行ったエアコンオフヒブさん奥さんとエアコンの温度合ってる一人寒がりの一人暑がりとか。 ムネさんどうもありがとうございます。俺も暖房苦手なんだよな。ねうん。はい。い今ぐらいだったら何もつけなくてもいけるぐらいじゃない？いいぐらいじゃない？どんのかな？はい。あうちははい大丈夫です。まあ最初は僕はちょっと下げ気味だったんですけど、だんだんもう年取ってきたら下げすぎたら寒くなるんです俺も。な今ちょうどいいぐらいですね。うんはいありがとうございます。 小刻みのモーリーとかはもう、あ、つがりだから、死に下げるわけよ。あれ十八度とかでやってくれるわけよ。うん、だから、もう、他の家族が寒すぎるから、今、別の辺で眠ってるって言ってた。そういえば、寒いっつってから。ね。あるよね。温度問題ね。うん。<laughs> あ、選ば八六ね、皆さん、インプさん、こんにちは。人相悪いです。梅雨ですね。まだですね。うん、はい。<laughs> アンケート B 最近は時々 T シャツだけで寝たりするから、春でいいんじゃない。あ、ちなみにパンツも入ってませんよ。うん タイトル汗かいたらお風呂入らんといけんから難儀だなひじ <laughs>、うん、だっていやフラららにって言ってますけど、まあ、お風呂入るからまだいい方だよ <laughs> 入らんといけんからって思ってるのまだいい方だよ。えいや T シャツだけ着て下入んないも入ってないわけはこさよや, <laughs> いやどんなセクシースタイルやが俺 <laughs> えれ、ー、皆さんこんにちはマット福村と申しますこんにちは今日のアンサービ 春を通り越して夏かなと思うぐらい汗だくな午前中でごわししたぜよ。決めた。午後からは空調を含まわしながら現場内走り回ってきます。はい、忙しい。では失礼します。あー、場所にもよるけどね。働いてる場所ね。現場が暑いのかもしれんな。あはい、ありがとうございます。え、これ空調を含まわしながらっていうことは、一応準備をしてあるってことなの今の段階で。え、じぇ 現場の皆さんもう空調よく使ってるのあ、いいえなそうなのかじゃあもうハロウやっぱり夏かな0時だな沖縄な <laughs> はい、ありがとうございますさあ、では続いては沖縄ホーメルおしゃべりキッチンのコーナーですよどうぞはい、じゃあ皆さんのお誕生日をですね晩三日してからねお祝いしますよえっとね、ラジオネーム少年ビ B 君の嫁さん キープさんご無さ汰しております。はい、こんにちは。公開放送の時にお伺いして投稿していることが多いのですが、通常放送では多分初めてメールします。完全に忘れていたのですが、実は旦那のお母さんの誕生日が3月6日の昨日だったということ今旦那に言われて思い出した次第です。今病院に入院しておりますが、会いに行くとニコニコ笑って接してくれるお母さんです。お母さん、誕生日おめでとうございました。今後とも末永くよろしくお願いします。ということで。はい。 えー、少年ビークの嫁の義理のお母さん、えー、6日お誕生日おめでとうございますねラジオ聞けてますかねぜひ聞いてほしいですねはいこんにちは皆さん、えー、ラジオネーム内地あゆめさん今日は息子ライトーの誕生日です今日で16歳になりました早いね成長あっという間だね追伸ヒープさんお祝いの運をお願いしますということでねあげっ僕はもうちゃんと本人か 年が上の人だよって言ってるのにやでもディレクターがペンで卒業シーズンですよ、うん、ハロですよお祝いしましょうよ、うん、って書いてうんって今聞こえるでしょうんうん、<laughs> もう読んだのに <laughs> やらんと <laughs> はいナイチャーアヤさんたちの息子ライトお誕生日十六歳のお誕生日おめでとうございますね。んでですね皆さんこんにちは読まれたら初めましてのラジオネームポロロッカです いつも楽しく聞いてますありがとうございますはいじゃあすいませんがウェルカムねポーロロッカさんはじめましてウェルカムふんはいありがとうございますえー、本日60歳になりました普段は聞くだけリスナーでこんな時だけメールを送るのも気が引けるんですが全然いいですよ 還暦の節目を迎えましたので、ヒープーさんからお祝いしていただければありがたいと思いメールしました。これからもティーサージをはじめ、いろいろな番組を聞いて楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。それでは時間まで頑張ってくださいあ。いいえな、こんなに丁寧に。はい、ありがとうございます。ポロロッカさん、60歳の誕生日。おめでとうございます。ね。どんなんですかね、60代。まあ60代も楽しいでしょうね。はい。では、 えー、3月7日あ6日の方もいましたねお誕生日の皆さんままととめめておおでとうございます、はい、ハーピーバーピバスデ誕生日の皆さんの向こう1年間が絶対に健康で、うん、そしてデイジ笑える楽しい1年になりますようにおめでとうございますこっち食べてくださいね肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよはい。 とはんし、はい、アンケートですね、非常に短い聞き方になっておりますよ。冬。A 冬。B.、春。うん、これ、な、過去の何月だったの?。<laughs> 冬だと思いますかとか、え、冬だと思います。B. は春じゃないかとか、何月だった?。急いで書いた。何でもうちょっと余裕持って書けばいいのにや。沢崎 <laughs> <laughs> マーク X. です。はい、こんにちは。とても寒がりな俺が。 もちろん上着は長袖だけど下は半端だからはるかな珍しいパターンだな <laughs> 普通した長いズボンで上 T シャツっていうの分かるけど嘘一応寒がりの俺は5月までトレーナー履いて毛布かぶっているよ相方には「バカじゃない」と言われるけど実際寒いし風邪ひくよりましさはねいやいや長いズボン履け <laughs> はいそば好きマーク X さんありがとうございます下が半端だからじゃないの こんなやつもんやったらもういらんはずよ多分はいありがとうございますこれで寒がりってあるかや <laughs> サトウきビあ来たサトウきび畑よりお疲れ様ですはいこんにちは今日は天気悪いんですさて今日は B の春冬は冬なあして何をするにもたまったもんじゃねえ春は <laughs> ハルサーするって浜と温度私は何かといちなさいですではごめんなすって <laughs> <laughs> タイトル何を言ってるのか私は話が噛み合わないってか大丈夫ですよ噛み合ってますよ全然噛み合ってるんですけど書き方が面白いなと思って冬はたまったもんじゃねえ純によ 佐藤県畑さん書き方やな <laughs> はいありがとうございますいいですねはい、大好きですよ僕佐藤県畑さん文面はい川見さん小赤奈さんルパンがいした藤子ちゃんからのリクエストいっぱいリクエスト来てましたね松戸谷由美で春よ来いという曲をねラジオからあ見出しましたけどねこれ聞くとちょっと春っぽくなるかな確かにね、うん、はい さあでは、アンケート。えー、冬 ?A が冬。B、春。ね。まあ、大きな後内やでも全然違うでしょうね。うん、皆様、こんにちは。昭和の猫です。こんにちは。アンサー A。えー、地元埼玉の気温8度。毎年この時期。今年、春や夏は来るのだろうかと思ってしまうほど寒い日が続きます。我が輩はめっちゃ湿度が大好きで。 梅雨明けの沖縄が自分にとって楽園夏空港出た途端にズシーンと重たい湿気がまとわりつく感じああたまらないコロナ明けからまだ仕事が本調子にならないのでいけそうにないなああ寒くて耳が痛いデヒブさん時間まで頑張ってくださいねマジか真逆だね昭和の猫さん湿度がいいええー、はいありがとうございます でもうこの23日前もそうだったんですけどデイジでは半端ないよ言っとくけどトイレのぬんりがこのタイルみんな濡れてるからね湿気で俺トイレにあれやつってたってのに扇風機、うん、なんか嫌だなこのジメジメっつって、うんはい、ありがとうございますあそうまあまあ湿度だから潤,潤ってるっちゃ潤ってはいるけどね お疲れ様です。北海道から函館山のイカールですこんにちは答えひブさん北国だからまだ冬だと思ってるっしょいいいいいい、えー、今年は特に雪が少なかったから先週までアスファルトが乾いていてこっちではみんなもう春が来たって喜んでいたよだけどさ土曜日から大雪になって周りは真っ白さだからよ北海道では5月の連休までは油断できないよへえー、5月まで ちなみに北海道のニセコでは5月連休までスキー場やっているよ。ひぶさん、春スキーは暖かくて気持ちいいよ。じゃあまた。え、ゴールデンウィークまでスキーやってるってよ。<ー>函館山のいかがらさん、いいいいって言うんですね。<laughs> これなかなか、あれですよ。あの <laughs> なかなかネイティブなやつですよ。タイトル、こっちは太陽が出たら春という。 はい、ありがとううございますそうなのか5月の連休でスキーできるって何度なのかね5月でねはいじゃあコマーシャルですはいアンケート冬春どっちえ中文千ちが志賀ヌーさんはいさひーぷ兄貴こんにちはアンケート B 春じゃなくてんな梅雨入りあらにしが高校受験2日目最終日長女の ミラの面接が緊張するって言ってたけど、千葉利用で時間まで読んだ千葉利用制。はい、そうですね。二日目ね。いやー、面接は誰でも緊張するんじゃない。うん、え、面接ってあったっけ。お、なんか時代。高校入試よ。ありました。あった。はい、あったかな。覚えてないな。ええー、面接あった。か。 あのあれでしょじゃあもしあったとしてもあの集団でやるやつでしょ、ええ、注意なあそうね。ああったかなじゃああなと終わった前原高校よ。<laughs> <laughs> あ,あった <laughs> 覚えて俺が覚えてないだけかなあれ、えー、曇り空で10度に届かない東京から淡々のままです。はいこんにちは。アンサー C かな 鼻水と目のかゆみは完全に春を感じているけど、明日は雪が降るかもという予報もあるぐらいだからどちらとも言えない。でも確実に春に向かっていってる感じはさすがにあるよね。この前は、これなんていうもの川津桜満開で写真を撮ってきたようでいいのかなこれ。東京形式のお花見をしている人もいたし、テラス先でお酒を飲んでる人を見ると暖かくなったんだなと思うよ。でもさ、とりあえずこの花粉症だけはなんとかしたい,いこれけ。これさえなければ春は最高なんだけどな。 内地のねこの花粉症大変よねいや俺は経験ないかわからないですけど花もぐち50して目も痛いんでしょうんえもうパーソナルティーの人大変やなに内地の花粉症になってる人いや花もぐち50してるこれ喋るとる時大変さもねはいありがとうございますそう屋外で お花見ながらお酒飲むっていうのができるっていうのが内地で春の到来まあそうだよね雪降ったらもうそれどころじゃないからね沖縄年中できるっちゃできるんですけどなるほどねそういうんで感じるわけねハイ、はい、タイイブさん皆さんこんにちはヤンバル福木並木からリリリスマイルリンダですこんにちは、えー、今日のメッセージテーマはアンサー A ですよ やんばるは、那覇よりは2度の気温差があるから、今日も冷えていて冬ですよ。心はランランランの春だけどね、ふわふわ帽子と、ぶつー吐いて、冬を楽しみまんます。いや皆さん、今日もスマイルで頑張る <laughs> リンダさんのこの棒間違えるやつで今まで一番面白いかもしれんな,な。ぶつー。ぶつな。 はいありがとうございます。伸ばす棒をどこに入れたらいいかわからなくなるっていうね。メッセージーテマー <laughs> はいありがとうございます。えー、あじゃあ曲先ほど名曲春よ声をかけたので、えー、冬を代表する曲もかけましょうねということでラジオネームエロザイルさんからのリクエストあえー。 えーっていうのもあれだけど、日帰りで冬のオペラグラス入りました。ティーサージパラダイス。昼にボケとこ。はいやってきましたよ。昼ボケのコーナーということで今日もね一番面白いベストギリスを決めましょうね。はい。今週の題、私立ニンニン高校卒業式でありがちなこととは何でしょうか。はい行きましょう。えー、一発目シャバドゥーンさんの。 私立忍忍高校卒業式でありがちなこととはこの日だけはカラフルな忍者服ね黒じゃなくてねピンクつけたりね黄色つけたりっつってねいいよ目立ってもいいよって今日はあんたたちが主人公だからっつってねえ続きましてラジオネーム道端アンシェリッカさんの面白さよ 立忍忍高校卒業式でありがちなこととは卒業と同時に喉のイガイガが治るイガだけにねダジャレダジャレ続きましてルパンがした藤子ちゃんの私立忍忍高校卒業式でありがちなこととは「忍忍国家試験に落ちたら老人人」 拙者浪人人でござるダジャレですねえ木曜日あそっかそダジャレの日だな一応ダジャレの日ではあるな <laughs> ラジオねポロリーマンさんの「私立忍忍高校卒業式でありがちなこと」とは「<music> 校長忍者は高齢なので忍者を忍者」 とい,い場内がクスクス笑い出す <laughs> <laughs> ええー、我学校の忍者の皆さん初中 <laughs> 業おめでとうございます忍者の皆さん <laughs> 続きまして、えー、ラジオネーム一丁上がりさんの私立忍忍高校卒業式でありがちなこととは 卒業生の胸には風車が刺してある、ね、投げやすいようにね、うんはい、ヤシチだヤシチ続きましてユンタンザヤシさんの私立ニンニン高校卒業式でありがちなこととは <music> 殉職したと思われた友人が現れるいや死んでなかったわやいやあの中生き残ってたわや <laughs> さすがや生徒会長やつさんみたいなね「殉、う、職、ん」色ってあるんだよ高校でデ大ジだなうっとるせえよ、ー、石川の花地区屋さんの「私立人間高校卒業式でありがちなこと」とは <music> 登壇する時一人ずつ自分の煙幕で登場するんだけど匂いつきが流行っていて体感が変な香り <laughs> 流行りすたりがあるんだ煙、ね、幕に。 最近なんかラベンダーの匂いするんだよなつ <laughs> <laughs> 続きましてメンマメンさんの私立ニンニン高校卒業式でありがちなこととは <music> 手裏剣粉投げは今年から禁止されたメリケン粉と手裏剣混ぜたあるな <laughs> 危ない危ない <laughs> デージャー危ないこれ。 続きましてルパンが愛した藤子ちゃんの「私立人人高校卒業式でありがちなこと」とは <music> 例のお菓子が和菓子 <laughs> <laughs> これ <laughs> いいなこれね和風、うん、だからね「餅」とかね「モナッカとかねあんな若いのに「<laughs> <laughs> 洋うとかね <laughs> 続きまして玉テさんの「まてティロさんの「 私立忍林高校卒業式でありがちなこととは「<music> 三列の母親九之一の制服の色汗具合でなんとなく年齢がわかる」<laughs> なるほどお母さんが見に来ててこの着てるこの忍者のあれが「結構年季入ってるな」っつったら大体何歳ぐらいだはずなっつってね平成からはこの色になってるはずだからみたいな <laughs> 忍者の服を。 えー、続きましてルパンが愛した藤子ちゃんの「私立人間高校卒業式でありがちなこと」とは「<music> 池から竹がたくさん出てる」あ「あっすの術だな水遁の術だな,水遁の術だなあれ今体育館に集合だけど」っね、いっぱい出てるって、ねえー、続きまして。 Z さんの「私立忍忍高校卒業式でありがちなこと」とは「泣きそうになると水遁の術でごまかす」なるほどちょっと卒業式うるっときたらね「行ってきます」って言って「行けに行く」っていうえラストラジオネーム同時に一斉さんの「私立忍忍高校卒業式でありがちなこと」とは「私たちは今日」 この学び屋を育ちますの言葉を合図に一斉にドローンする。<laughs> 誰もいなくなるっていうね。かっこいい。うんはい、さあでそれました。じゃあですね、本日のベストオギリストはい決める前に、はい続いてはこちらのコーナーです。いいじゃあね、本日のベストオギリストを決めましょうね。はい私立忍忍高校の卒業式でありがちなことね。 殉職したと思われた友人が現れる。<laughs> おいつって、おいっ、いや生きてたばか。も卒業式だからよ。よ <laughs> 一応よ、顔出したらだめって言われてたっけど。マジかやっつってよかったっつって。ユンタゼヤシーさんの作品ね。これいいっすね。なんかちょっとまあさりげない感じなんですけど、ルパンがした不二子ちゃんのね、例のお菓子が和菓子っていうのね。<laughs> <laughs> なななかなか入ってないと思うよ和菓子絶対洋菓子だろチョコとかおばあただと喜ぶかもしれんけど今日 <laughs> 一子ですねポロリーマンさんね校長の忍者が恒例なので忍者っていう <laughs> 何回も言うからね卒業忍者の皆さん。<laughs> <laughs> 最高、俺、八音悪いのに弱いんだよな、俺。<laughs> 弱いわけよ、本当に。選びがちだわけよね。はーないとかさ。八音が悪いの、選びがちだわけよ。素晴らしい。はい。さ冬ですか。春ですか。ね。こんにちは、ラジオネームは考え中です。はい、これがラジオネームだからね。はい、こんにちは。東京は冬です。寒い。 でも鼻水出るし目も痒いから春も感じるあ花粉か早く五月になればいいのに辛いもうすぐ母が沖縄に旅行で行くのですが皆さん服装ってどんなんですかちなみにさっきも言いましたけどまあスタジオ内はですね今クーラーでね二十四度だったクーラーこっち二十五だったあ二十三あ結構低めだね。 っていう設定なんですけど、宇宙ネルクターは半袖のポロシャツですし、もうここは T シャツの上から薄いジャケットなんで、まあ外出てもこんな感じで大丈夫だよね。いいねそうだね。軽いあの薄めの羽織るやつ、持っとくぐらいでいいぐらいじゃないですかね。今ね、はい。いや、でも東京から来たらよ、暑さよって言わずよ。東京と比べたら、お母さんが暑さよとは言わないとは思いますけど、<laughs> <laughs> うちら口では言わないと思うけど。 はい、さい。えー、皆さん、こんにちは。ウルマの L900 のりです。こんにちは。今日のアンサーは C。だって、ずっと病室だから、外の空気がわからないよ。えー、看護師さんやリハビリの人から、今日は寒いよ、や。ジメジメしたよ、とかは聞くけど、自分が実際に体感していないから、なんとも言えないさ。えー、では、時間まで縛りよう。ということで。はい。L900 のりさん、結構、あれだね。入院してるね、まだね。長い,い,いね、なんかね。どうしたんだろう。 はい、まあ一応はいラジオから「こんななってるよ」とか「外はこんな感じよ」とかそういうのもまあ届けられたらいいかなと思っておりますよ。はい、毎日あれやる響きの様子とか「<laughs> 今日も半袖ですね」っつってほぼほぼ半袖なんだけど全然わからん暑いのか寒いのか <laughs> はいありがとうございます。ぜひねダジオ聞いいいてください、はいえー、南城市ババコーチですははい、こんにちは 今日人生初めての夜勤頑張ってきますあそうなの、うん、まあ入らんくても怒られんから夜勤最高かも <laughs> どういうことんやがや入れ <laughs> してアンケートは女の人はビーチクがトンがってたら寒いってことよんヒプさんわからなかった今日はこんな案件やってよかったねもうヒプさんも眠れんはずよニヤリじゃあ夜勤頑張ってきますということでねはい えー、じゃあ B クがとんがって玉が縮んだら T サイズ的な冬っていうことですね、うん、いやこれどんなって調べる場合や <laughs> はいありがとうございます素晴らしい情報ですね <laughs>